ジミー・クルートは、オーストラリアの男性総合格闘家。ニューサウスウェールズ州シングルトン出身。スティウィーズ・ハウス・オブ・ BJJ ・レジリエンス・トレーニングセンター所属。UFC 世界ライトヘビー級ランキング13位。ジム・クルートとも表記される。4歳から、空手、8歳から柔道、11歳から、ブラジリアン柔術をはじめ、12歳から本格的に、 総合格闘技のトレーニングを開始した。2016年19歳でプロ総合格闘技デビュー。オーストラリアのローカル団体で7007勝の戦績を残す。2018年7月24日、ダナ・ホワイト・エス・コンテンダーシリーズ14でクリス・ビル・ヒラーと対戦し、左フックで一四個勝ち。この勝利により UFC との契約権を獲得した。 2018年12月2日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、ドス、サントス VS、トイバスサで、ポール・クレイグと対戦し、木村ロックで 3R1 本勝ち。2019年9月14日、UFC ファイトナイト、カウボーイ VS、ゲートジーで、ライトヘビー級ランキング15位のミシャサークのフと対戦し、ペルビアンネクタイで 1R1 本負け。 キャリア初黒星となった。2020年2月23日、UFC ファイトナイト、フェルダー VS、フッカーで、ミハル・オレクシェイチュクと対戦し、キムラ・ロックで 1R1 本勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2020年10月18日、UFC ファイトナイト、オルテガ VS、ザ・コリアン・ゾンビで、モデスタ・スブ・カウスカスと対戦し、左フックで 1RKO 勝ち。 二試合連続のパフォーマンスオブザナイトを受賞した。2021年4月24日 UFC261 でライトヘビー級ランキング6位のアンソニー・スミスと対戦し、1R 終了時に左足の負傷によるドクターストップで TK を負け。ありがとうございます。